どうもベルです。今回はドゥームスセイロ無課金微課金 t6。プレイヤーの方向けの成長戦略シリーズということで、乗り物についての攻略をやっていこうかなと思います。えー、この無課金微課金 t6。プレイヤーの方向けの成長戦略えー。今回で最終回になるわけなんですけども。もえー、最終回となるえー、今回は。 乗り物とということで今最も強さが変わってくるコンテンツでとんでもなく重要なコンテンツです。装置のレベルアップもさることながら T2T3 の装置の解放でも大幅にステータスを上げていけて。 T2 はレーダーで簡単、えー、に集まると思うんですけども、T3、えー、はなかなか大変で。ただ、T3 も工夫次第で、えー、無課金の方であっても解放することは可能です。えー、ライバルより一つでも多く T3 装置を解放できれば大幅に 差をつけることができると思いますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、乗り物システムが、この車などの乗り物本体と装置に分かれてるんですよね。なので、この二つ分けてお伝えしていけたらと、 思うんですけどもまずは乗り物本体でこちらは現在実装されている乗り物のうちビートルとバーボンは無課金でも入手可能ディッキーが不定期に来る課金パスで入手可能ヘリコプターが合計4万ゴールドほどの課金パックで入手可能 戦車が KOF 失礼しました。えっと、MS3 コラボイベントで入手可能。で、ビートルとバーボンはえ課金しなくてもえ入手できますので置いておきたいんですけども残りの課金乗り物これどうするかですよね。えここについてえ語っていけたらと思うんですけどもまずはディッキー えこれは499ゴールドのパスと999ゴールドのパスを解放することで入手可能なんですけどもあのそのパックが本当に全然復刻されなくてえ乗り物実装当初に出てきたのとあとはこの動画が投稿されている1ヶ月くらい前に 一度復刻があったんですけどもそれ以外では入手できてなくていつ復刻が来るか分かんないんですけどもまだ入手していないかつ課金できる方はこのディッキめちゃめちゃありですあのバフだけ見たらこれ9,999 99ゴールド払ってでも欲しいくらいのバフなんですよ。 あの移動速度もいろいろと上げていけるのでそれを1500ゴールドでなおかつそのパス自体もディッキー抜きだとしても値段以上の不産物がついてきて正直お得すぎるレベルだと思いますのでディッキーが復刻されたらぜひとも取っていただくのが良いのかなと思います でそして、戦車とヘリコプターになるんですけども、この2つは結構高くてあの、そもそも取らないという選択肢もありだと思うんですけども、もし取るなら、先にヘリコプターがおすすめですで。これなぜかというと、副産物が圧倒的にヘリコプターの方が美味しくて、 なおかつ、このバフもヘリコプターの方が全然強いんですよ。なので、どちらか一つ取るならヘリコプター一択かなと思います。ただ、4万ゴールドとかなり高めの金額になりますので、取らないという選択肢も12分にありなのかなと思います。え、後ほど、 ティア3装置については、お話しさせていただくんですけども、ヘリかティア3の設計図。課金するなら、ティア3の設計図に課金した方が、5倍くらい効率よく強くなれます。なので、ティア3をすべて解放して、余裕があればヘリに着手する。このイメージが、 のかなと思いますえなので戦車はそのヘリを取ってもまだ余裕がある人向けですね。でそして肝心な装置についてお話ししていきたいんですけども装置にはえティア1ティア2ティア3とありましてティア3が最も強い装置になります。 また、ティア1の最大レベルとティア2のレベル1を比較したときはティア2のレベル1の方が強いですしティア2のレベル最大とティア3のレベル1を比較したときもティア3のレベル1の方が強いです。なので、この装置のティアは絶対的なものになります。 でこの新しいティアの装置を開放するには設計図が必要でティア3装置についてはレベルを上げるごとに設計図がさらに必要になっていきますなのでこの設計図をいかにして効率よく集めていくかというのが非常に重要なポイントになっていきますでそしてまずは ティア2の設計図なんですけども、えー、ティア2の設計図は、レーダー基地の、えー、このボトルキャップ交換で集めていくことができまして、えー、毎週200枚、えー、交換することができますね。なので、えー、こちらは比較的簡単に、えー、全て開放することができるのかなと思います。 えなので、ティア1の装置がある方はえ、毎週忘れずに200枚交換していただくのもそうですし、あの、すべて開放された方も、このティア2の設計図1枚につき、えリサイクルをすることで、プレミアム金属2個にえ交換することができますので、えレーダーの ボトルキャップが余っている方はえ交換しても良いのかなと思います。でそして、ティアさんの設計図についてなんですけども無課金で入手するとしたら、ゼネシスと諸島の個人ポイント報酬とメリット報酬。で課金で入手するとしたら、様々な パックがあるんですけども究極の装置とカスタマイズコンテストこの2つが特におすすめになりますまず無課金で入手できるジェネシスと初等についてなんですけども各段階で2枚ずつとそこまで獲得できる え、量は多くありません。初島だと少しもうちょっと多かったかもしれないんですけども、それでもそこまで多くないですね。えー、ただ、あの、前段階クリアすればそこそこ集まりますし、あの、そもそも散りつもなんですよ。あの、全くやってない人と、えー、ちゃんと、え、毎回段階報酬をクリアしてる人とで、 かなり差がついていきます。あの、繰り返しになるんですけども、一個でも多く解放してるかで、めちゃめちゃ差がつくんですよ。なので、もう一段階でも多くクリアしていきたくて。ただ、普通に戦闘で全段階えクリアするだけのポイントを稼ぐのは厳しいじゃないですか。えじゃあ、どうするか。 あの訓練とゾンビ狩りでポイント稼げばいいんですよ。で訓練はトップ司令官でやるものと思われている方も多いと思うんですけどもトップ司令官で獲得できるヒーローってラリーか駐屯用なんですよ。もちろんバードやチェイシーみたいに突破させれば野戦でも使うことはできるんですけども それも突破前提で育成かなり大変なのでそう考えるとラリーや駐屯をしないのであればトップ司令官ってやんなくてもいいんですよねあのもちろん観賞用とかでえ取っていくのはありだと思うんですけど使わないヒーローを育てても強くはなれないのでえじゃあどうするか その分、ジェネシスや諸島で訓練していって、段階報酬を獲得していって、ティア3の設計図を集めていって、ティア、ティア3の装置を開放した方が絶対に強くなりますし、野戦の強さも本当飛躍的に上昇するので、戦闘がもう格段に楽しくなるんですよね。なので、 強くなりたい方はトップ司令官をやらずにまずはジェネシスや諸島で訓練していくえこれはかなりありなのかなと思ってますえまたゾンビ狩りでもポイントを稼いでいけますねえもちろん時間はかかるんですけどもあの普段よりもう一段階多くクリアするとかだったら 倍率カード込みで、込みで考えればいけない範囲じゃないので。ただ、ここで注意が必要なのが、ゾンビ狩りは初頭のみでやりましょう。全室でゾンビ狩りをすると間違いなく狙われます。でも大差をつけて勝利している状況かつ、 最新の注意を払っているならばありだと思うんですけどもマッチングによっては相手にポイントをプレゼントするだけになっちゃうのであの基本的にはジェネシスであのゾンビ狩りはしない方がえ無難なのかなと思いますですがえ諸島だと最初のエリアって 自分の軍団しか入れないじゃないですか。なので、もう完全な安全エリアでえ。ここならば自由に勝っていくことができますので、そちらで勝っていただくのが良いのかなと思います。えまた、この訓練をするための時短と、ゾンビを狩るためのスタミナ。で、これらって、 あのかなり同盟ギフトで入手することができて大きな同盟だとスタミナ回復アイテムが毎月合計で10万20万と入手できたり家族も毎月100日とか200日とかあのもらえるのでこのティアさん設計図を集めていくという観点からも無課金美課金の方こそ 大手同盟に所属する方が強くなれておすすめなのかなと思います。そして課金で集めていくならというところなんですけどもカスタマイズコンテストと究極の装置ということでティアさん設計図のみならば究極の装置が一番お得です。ただ 副産物を考えるとカスタマイズコンテストを毎週買っていってそれでも足りなければ究極の装置を買っていくこのイメージになるのかなと思いますただえ究極の装置は最大で確か1999ゴールドのパックしかないのでそこは注意が 必要かなと思います。また、設計図の他にも、プレミアム金属とハイカーボンが必要になってくると思うんですけども、これらは無課金で入手する方法として、毎日のレーダーや製造を欠かさずやっていく。そして、 この乗り物のメンテナンス。これが来たら必ずその日に10回終わらせていって、これは若干裏技にはなってしまうんですけども、イベント開始後の翌日、日本時間の火曜日ですね、その8時56分以降にモーティバスを出して、9時以降に ラリーが着弾すするるように攻撃すると、初日に10回分の報酬をもらっててもリセットされてさらに10回分の報酬を獲得できるのでインできる方はやっていただくのが良いのかなと思いますでそしてプレミアム金属とハイカーボンを課金で集めていくならというところなんですけども おすすめなのはカスタマイズコンテストと放課の祭典のえシルバーパスそしてジュリアのマジックカードですねまずはカスタマイズコンテスト、えー、これは、えー、ティアさん設計図がついてくるのもそうなんですけどプレミアム金属とハイカーボンの価値だけで2倍3倍の価値があるので めめちゃめちゃゃお得なパックですねただ月曜日に焦って買わなくてもその週であればいつでも大丈夫なので課金イベントと合わせて買っていただくのが良いのかなと思いますえまた放課の祭典なんですけどもえこれもカスタマイズコンテストほどではないんですけども あのそこそこ美味しくてカスタマイズコンテストを買い切ってまだお財布に余裕がある方は買っていただくのが良いのかなと思いますえただこちらはえこちらはえ日本時間でえ火曜の朝9時までしかえ買えないものになりますのでえ忘れずに早めに買っていただくのが良いのかなと思います でそして最後にジュリアのマジックカードですねでこちらはカスタマイズコンテストと放課の祭典を買った上でさらに余裕があればというところなんですけどもやるならなるべく800枚一気に消化する感じですねただ毎週コツコツ買っていくのだと、えー、先が もうかなり遠くなってしまうので、400枚貯まったら使っていくのもありですね。あの、このジュリアのマジックカードの魅力は、プレミアム金属とハイカーボン。欲しいものが選択できるところで、どうしてもどちらかの素材が余ったりと偏りが出てしまうと思うんですけども、 その解消をしてくれるのもかなり魅力なのかなと思います。ただ、この乗り物の強化って本当にもう沼でめちゃめちゃ大変なんですよね。なので、無理ない範囲でやっていただくのが良いのかなと思います。で、また、この装置の上げ方なんですけども、自身が 特化されている平和を優先的に上げていきましょう。ただ、上げるにしても、一度16でストップしてください。これはなぜかというと、17以降は効率がガクッと落ちるためですね。それであれば、他の装置を上げた方が強くなるので。また、まんべんなく上げるよりも、 特化しているで一番使用頻度が高かったりラリーや駐屯で使う陛下を上げていった方がえ長期戦で、えっと傷兵が多くなってしまってなかなかご舞台で戦うのが難しいという時でもその自身が特化している陛下に絞って戦っていったり エラリーや中トンであればあのその平和をしっかり伸ばしていることで活躍することができるので乗り物もしっかり平和を特化させていくのが良いのかなと思いますはい、えー、ということで今回の解説は以上になるんですけどもいかがでしたでしょうか乗り物は本当に大きくバスが上がるコンテンツで 乗り物の強さが野戦の強さと言っていいほど舞台全体すなわちま野戦の強さにはなってしまうんですけどもそこに大きく影響してくるコンテンツになりますだからこそ一つでも多くのティア3装置を開放できればそれだけでめちゃめちゃ強くなると思いますので課金される方は 乗り物を優先していくと野戦の強さがかなり上がるのかなと思いますえそして今回で無課金美課金 T6 プレイヤーの方向けの成長戦略シリーズも終了となるわけなんですけどもいかがでしたでしょうかこのゲームどうしてもストラテジーゲームということもあって普通のゲームより 何倍も課金しようと思ったらできちゃうゲームで課金ゲーというのは事実ではあると思うんですけど工夫次第で廃課金の人には勝てなくても自分より課金している人に勝てたりするのもまた一つ事実だと思いますのであの本当にやり方次第であの強さが変わってくるというのも このゲームの育成の、えー、醍醐味だと思いますので、えー、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います、えー。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。